皆さんこんばんは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は1月31日、そして明日2月1日とその次の2日の日、静岡県の私立高校の入試、これが行われます。受験生の皆さん、普段の力をしっかり出して合格しましょう。普段の力が出せればきっと合格するはずです。それから今日は遅くまでも勉強する必要はありません。早く寝てください、ね、明日の荷物の支度、それができたらなるべく早く寝ましょう。明日受験だから興奮して眠れない、ドキドキして眠れない、そういう人はベッドに入ってから、布団に入ってからゆっくり深呼吸をしてください。そうすると深呼吸を繰り返すと緊張がほぐれて眠りやすくなるはずです。この深呼吸というのは入試本番でも役に立ちます。やはり入試では緊張しますよね。その緊張した時、こうやって深呼吸をするとリラックスできます。緊張がほぐれます。ですから深呼吸してみてください。それから朝食、これはしっかりとっていってくださいね。朝食を抜くとテストの時ね、脳がエネルギー不足で働きません。ぼーっとしてしまいます。ですから朝食はしっかりとりましょう。それから休み時間にちょこっとだけエネルギー補給をするためにチョコレートをなんか持っていくといいと思います。どうぞ受験生の皆さん、明日から2日間の入試頑張って合格を勝ち取ってください。報徳学院もみんなを応援しています。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。